パーゴは、アメリカ海軍の潜水艦。ガトー級潜水艦の一隻。艦名はスペイン語で、フエダイカの総称であるパーゴにちなむ。アメリカ公文書は、西インド諸島で生息する種を由来とみなしている。なお、退役から22年後に、スタージョン級原子力潜水艦8番艦として2代目、パーゴが収益している。 ブラックテールスナッパーヨスジフエダイパーゴは1942年5月21日にコネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港する。1943年1月24日にベレ・バルクによって浸水し、艦長ヤンシーエディー調査の指揮下1943年4月26日に収益する。成長び訓練後、パーゴはパナマ運河を経由して、 真珠湾に7月23日到着した。8月18日、パーゴは最初の紹海で東、シナ海に向かった。9月4日未明、パーゴは北緯30度13分東経128度16分、北緯30.217度東経128.267度、30.217128.267の地点でさ12戦段を発見し、 魚雷を4本発射。魚雷はタンカーサ久島ルに命中し、サ久島ルは大火災を発生させたものの沈没は免れて長崎に引き返した。2日後の9月6日夜には、北緯31度25分統計129度07分、北緯31.417度統計129.117度。 31.417129.117の地点で、レーダーにより6隻の第194船団を探知し、追跡の上、翌9月7日未明に魚雷を6本発射。すべての魚雷の命中を確認したとしたが、第194船団に被害はなかった。それでも、この紹介で4隻27,600トンの戦果を上げたと判断していた。 10月6日、パーゴは49日間の行動を終えて、真珠湾に帰島した。10月30日、パーゴは2回目の紹介でハーダー、スヌークとウルフバックを構成し、マリアナ諸島方面に向かった。11月19日未明、パーゴは、北緯22度28分統計147度22分、北緯22.467度統計147.367度、 22.467、22. 147.367のサイパン島沖で4隻の輸送船に、駆逐艦ユーズキと、解剖艦福江が護衛する第4111、船団を発見し、ハーダー及びスヌークと連携して、攻撃を行う。しかし、駆逐艦及び輸送船に対して、魚雷を3本ずつ発射したものの、命中しなかった。11月28日午後、パー5は、 北緯18度21分統計140度08分、北緯18.350度統計140.133度、18.350140.133のサイパン島北西海域で第3123戦乱を発見。先にスヌークが攻撃を仕掛け、その後間もなくパーゴも攻撃した。パーゴは28日夜に魚雷を3本発射し、 ついで11月29日未明に魚雷を4本発射した。魚雷は海軍徴用千万寿丸と特設運送船勝京丸に命中して2隻とも撃沈した。スヌークも2隻撃沈し、第3123船団にいた5隻の輸送船のうち4隻を撃沈したこととなった。11月30日夜にも、 北緯15度20分統計140度38分、北緯15.333度統計140.633度、15.333、140.633の地点で輸送船団を発見し、魚雷を計8本発射していくつかの爆発を確認した。12月1日未明にも、魚雷を3本発射した上、浮かんでいた救命ボートに対して20ミリ基準による、 射撃を行った後、海域を去った。11月30日から12月1日の攻撃では、1万トン級タンカーを撃沈したと判定された。12月8日、パーゴは40日の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。12月13日に、新珠湾に到着した後、HOR エンジン搭載艦は一隻残らず、残事エンジンを乾燥するようにという。 合衆国艦隊司令長官兼海軍作戦部長、アーネスト・キング大将の命令が出ていたので、該当艦の一隻であるパーゴは、メアアイランド海軍造船所に開港され、GM 社製 278A16 気筒エンジンに換装。パーゴは1944年3月5日に、戦列に復帰した。3月25日、パーゴは3回目の紹介で、セレベス解放面に向かった。 5月1日夜、パー5は、北緯03度40分統計128度10分、北緯3.667度統計128.167度、3.667128.167の地点で、レーダーで目標を探知し、やがて見えてきた大型タンカーと護衛艦に向けて、魚雷を6本発射。目標には2本命中したらしく、5つの激しい。 爆発の後目標は煙に包まれた。2日後の5月4日午後には、北緯07度14分統計129度12分、北緯7.233度統計129.200度、7.233129.200の地点で、特設捕獲模艇、英竜丸を含む複数の目標を発見し、魚雷を3本発射して2本を命中させて撃沈した。 英マ丸の沈没を確認すると、2番目の輸送船に対しても、魚雷を3本発射し、1本が命中したと判断される。この2番目の輸送船に対しては、さらに魚雷を2本発射したものの回避された。5月15日から18日にかけてはダーウィンに寄港。5月24日、パーゴは60日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。6月13日、 パーゴは4回目の紹介でセレベス海に向かった。6月27日午後、パーゴは北緯06度21分統計124度02分、北緯6.350度統計124.033度、6.350124.033の地点で4000トンから5000トン級の輸送船と護衛艦を発見し、魚雷を4本発射して1本が命中したと、 判断される。翌6月28日朝には、北緯06度50分統計122度32分、北緯6.833度統計120分、山菊丸は1本目から3本目まで回避したが、4本目が右限戦争に命中して、山菊丸は8分で沈没した。また、第1号海傍艦にも、魚雷を命中させたと記録された。七月十七日、 パー5は、北緯01度35分統計125度20分、北緯1.583度統計125.333度、1.583125.333の地点で、占い守るが高い防寒と、夏島型不設定を発見するが、先手を取られて激しい爆雷攻撃に見舞われた上に、対戦爆弾も投じられた。8月9日、 パーゴは57日間の行動を終えて、フリーマントルに帰還。潜水母艦グリフィンによる修理を受けた。艦長がデイビス・ビーベル少佐に変わった。不設艦青高9月3日、パーゴは5回目の紹介で、南シナ海に向かった。9月10日夜、パーゴは、南06度17分統計116度27分、南6.283度統計116.450度。 マイナス6 2 8 3 1六6 4 5 0の地点で、特設捕獲猛呈日のマルを発見し、まず魚雷を3本発射したが命中せず、続いて魚雷を4本発射。魚雷は日のマルの環境の過保化に2本命中して、撃沈した。9月14日から15日にかけての深夜に、北緯02度36分統計109度00分。 北緯2.600度統計109.000度、2.600-109.000のナテュナ、諸島近辺の海域に嫌いを付設した後、9月22日には、北緯08度15分統計117度02分、北緯8.250度統計117.033度、8.250-117.033のバラバク海峡近海で輸送船団を発見し、 魚雷を6本発射して3つの爆発を聴取して5000トン級輸送船1隻の撃球波を報じる。9月26日未明、パー5は北緯07度00分統計116度00分、北緯7.000度統計116.000度、7.000116.000のボルネオ島北西岸でレーダー、ついで目視により、不接艦青高を発見。 パーゴは青オタカを、千歳型水上規模艦あるいは、カトリ型練習巡洋艦と判断しており、魚雷を3本発射して1本か2本命中させて、撃破した。続いて、魚雷を4本発射して1本を命中させ、さらに魚雷をもう1本発射したが、こちらは命中しなかった。この目標が青オタカで、撃沈したことが伝えられたのは、戦争が終わってからのことであった。10月7日、 パーゴは34日間の行動を終えて、フリーマントルに帰討した。10月28日、パーゴは6回目の紹介で、ハットと共に、南シナ海に向かった。エクスマスワンに立ち寄った後、ショークに進出。11月13日未明、パーゴは、北緯08度42分、統計116度51分、北緯8.700度,度、統計116.850度、 8.700116.850のパラワン水道で初春型駆逐艦を発見し、魚雷を4本発射したが命中した様子はなかった。勘付かれて爆雷攻撃を受けたものの被害はなかった。11月26日には北緯零四度55分統計114度06分北伊4.917度統計114.100度 4.917114.100のボルネオ島バラム岬沖で解剖艦3隻に護衛された特設運送船オソウトリマルを発見。魚雷を4本発射し、すべての魚雷が命中したオソウトリマルは後部が沈んだが全部は浮いていた。攻撃後、解剖艦船ブラは爆雷攻撃を行い、パー後は爆雷攻撃により一部のバルブが破壊され、レーダーや 発電機も損傷した。なんとか立ち回って致命的な危機を脱出したパーゴは修理を行った上で紹介を続行した。その間、UO トリマルの浮いていた部分はセンブリに栄光されていった。12月21日、パーゴは53日間の行動を終えてフリーマントルに帰投した。駆逐艦の風1945年1月15日、パーゴは7回目の紹介で、 インドシナ半島方面に向かった。1月31日、パーゴは北緯10度59分統計109度06分、北緯10.983度統計109.100度、10.98309.100 10のインドシナ半島三弱沖で、大戦相当中の解剖艦万寿に向けて、魚雷を計9本発射し、魚雷は万寿の艦首に命中し、周波させた。 2月4日から6日にかけては、星砂諸島の栄光島にある日本軍の速攻所や発信所に対して特別任務と艦砲射撃を実施した。2月10日には2隻の大型タンカーを機関とする輸送船団を発見し、艦首と艦尾の発射艦から計10本の魚雷を発射。4つの爆発が聞こえたので4本の命中と判定し、直後からの爆雷攻撃も切り抜けた。 2月20日未明、パーゴは、北緯12度27分、時計109度40分、北緯12.450度統計109.667度、12.450、12. 109.667の、カムラン湾北東海域で、南方進出途上の駆逐艦神風との風を、発見して、魚雷を4本発射し、の風に1本命中させて撃沈した。パーゴのの風撃沈は、 アメリカ潜水艦による最後の駆逐艦撃沈として記録されている。パーゴはこの後、アメリカ本国への帰還を命じられ、その途中の3月3日にサイパン島に寄港した。3月13日、パーゴは54日間の行動を終えて、真珠湾に帰港。3月25日にメアアイランド海軍造船所に到着して、オーバーホールに入り、6月17日に終わった。 7月14日、パーゴは8回目の紹介で日本海に向かった。この海はかつては広人の浴槽などと称し、1943年に3回の侵入を果たした後誰も足を踏み入れなかったが、一挙旧石が侵入した1945年6月のバーニー作戦以降は恐れる海域ではなくなった。パーゴは8月6日に津島海峡の嫌い原を 安やす,やすと突破し、日本海に入った。8月8日、パーゴは、北海41度15分統計131度19分、北海41.250度統計131.317度、41.250131.317の朝鮮半島ら津東南72海里の地点で、輸送船弾を発見して、魚雷を6本発射し、 輸送船で集まるに3本命中させて撃沈した。8月11日未明にも北緯41度17分、時計139度04分、北41.283度時計139.067度、41.283、139.067の地点で輸送船団を発見し、魚雷を2回に分けて計6本発射して2つの爆発があったことを確認した。 8月15日未明には、北緯42度58分統計140度23分、北緯42.967度統計140.383度、42.967140.383の輸送船団を発見して、魚雷を計3本発射したが、命中しなかった。午前には、北緯42度31分統計139度49分、 北緯42.517度統計139.817度、42.517、139.817の地点で3隻の輸送船を発見し、魚雷を4本発射して2つの乾いた爆発音を確認。その日に終戦を迎え、9月2日に降伏調印式が行われるまで日本海に止まった。9月9日、パーゴは41日間の行動を終えて、 グアムアプラ港に帰投した。パーゴは、新珠湾に開港された後、1946年6月12日、退役し、第13海軍区の予備役訓練艦として1960年6月1日に、除籍されるまで、訓練任務に就いた。除籍後の1961年4月17日、パーゴはスクラップとして売却された。 パーゴの衝撃鎮トン数は27,983トンに上る。パーゴは第二次世界大戦の先行で8個の従軍聖賞を受賞した。8回の紹介は全て成功として記録された。パーゴの鑑名はスタージョン旧原子力潜水艦パーゴに継承された。ありがとうございます。